たった CD の特典でございますよ。わー、CD デビューおめでとう。ありがとうございます。新田さんです。残念ながら新田さんですけどね、僕ではなく、はい、なんでそこの CD にこの座談会謎すぎる。なんで DVD じゃん。やっぱ仲の良さが現れてますよこれ、ね、本当はアフレコではこうやって足踏み合ってたのに、やってないでしょ。やめ、それはやってないじゃん。ちょろっとあの皆さんにもね、お聞きいただきましたけど、ちょっとムーディーというか爽やかでしたね、歌ってる内容はこう親子愛だったりとか、え、愛あった、 あるんですよ。それはもうじっくり逆にお家で聞いてください。いや大丈夫だって大丈夫だよ、ね、そういうの大丈夫だから。じゃあひなのことを思って書いて、つまり TT のことを思いながら、はぁ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 、いくらでも食わせてやってくださいよ。なんで嫌な顔してみんなのグループラインがパパパでスタートして、終わる頃にはパパパで写真が上がってくるみんな何やってんだろう。いや瞳に似合ってるって。あ、なんか怖いですね、褒められるのなんで。え、怖い先輩なの？怖くない、怖くない。あ、怖くない。リエーション。リエーションもね、2話からの合流でしたけど。2話からだったの？そうなんです。てめえ！中島さんが女になれ。ちょっと、やめてよ、もう。バカ、もう。よしく、ちょっとチーク忘れてる。チーク忘れてる。やだ、これ。後世に残るやつ。すごい。もうちょっと、もうちょっと。やってるわけですよ。やめそう。やめなさい、なんか、やめて。おめでとう。おめでとう。私あれですか、おめでとう、天国行った方がいいですか。召された方がいいですか。優しい、優しいんです皆さん。いや嘘っぽくなっちゃう。言わされた。急に言わされた。大丈夫。嘘っぽくなっちゃう。